こんにちは。この動画では16ビートのストロークを解説していきます。一生使える黄金のストロークというテーマで1、2、3パターンを解説、練習を一緒にしていきましょう。ではまず16ビートのパターン1からお手本動画をどうぞ。1、2、3、4。じゃんじゃんじゃかじゃんじゃんじゃかじゃんじゃんじゃか。コード弾きます。じゃんじゃんじゃか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 。はい、続きまして16ビートのパターン2、お手本動画をどうぞ。1、2、3、4。じゃんじゃんじゃかじゃかじゃんじゃんじゃかじゃんじゃんじゃか。コード弾きます。じゃんじゃんじゃかじゃかじゃんじゃんじゃかじゃんじゃんじゃかじゃかじゃんじゃんじゃか。続きまして16ビートパターン3、お手本動画をどうぞ。1、2、3、4。じゃんじゃんじゃんじゃかじゃかじゃんじゃんじゃかじゃんじゃんじゃんじゃか。コードいきます。はい、ここからは16ビートのストローク、かっこよく弾くためのポイントを解説していきたいと思います。ポイント1つ目、ダウンストロークとアップストローク。ジャって書いてあるところがダウンストローク、上から下にストロークをするところですね。カって書いてあるところがアップストローク、下から上にストロークをするところになります。この通りにまずは手を動かせるようになりましょう。アップストロークは V の字でも表示しています。ポイント2つ目、手の動きは一定。はい、これはパターン1のストロークを例に解説していきたいと思います。よくやってしまうのが弾くところだけを手を振るっていう、こういう状態ですね。ちょっと手の動きが硬いのがわかるでしょうか。硬いです。一定のリズムで振り続けるっていうのはこういう感じです。はい、空振りを挟んでいるのがわかるかなと思います。弾かないところも空振りをするんですね。これを心がけることで柔らかくリズミカルなストロークが身につきます。ストロークうまくできないなという時は一定のリズムで振り続けるっていうことを意識して練習してみてください。ポイント3つ目、手首で振る。ストロークの時に腕ももちろん動かすんですけど、大事なのは手首です。初心者の頃は手首をほとんど固定した状態で腕だけで振ってしまいがちです。腕だけでストロークをするとこんな感じ。はい、ちょっと動きが硬くてね、その分ね耳障りも良くない感じになってるのがわかるかと思います。そこで手首を柔らかく使うことでこんなストロークになります。はい、手首を柔らかく使うことで滑らかな動きと聞きやすい音になったのがわかるかなと思います。これねやることで優しいストロークを自由にこうやって操ることができますが、またはね鋭いストロークも手首を使うことでやりやすくなりますので、ぜひ手首練習してみてください。ポイント4つ目、ジャカジャカを言う。はい、さっきのお手本でね、僕もじゃんじゃかじゃかじゃか言ってたのがわかるかと思うんですけど、これ何なんだ、意味あんのかってなると思うんですけど、やってみてください。これをやると上達の速さが変わります。なぜかっていうとね、このストロークってもう慣れるまで手がうまくね思ったように動かないと思うんですけど、口では言えると思うんですよね。じゃんじゃんじゃかとか、
じゃんじゃんじゃんじゃかじゃかじゃんじゃんとかね、振り仮名通りに口では言えると思います。この口で言うことと手の動きを連動させる、手を動かしながら口でも言うっていうことによって、正しい手の動きっていうのイメージを脳と体にインプットしていくっていうイメージですね。まあ小難しい理屈は置いておいて、小声でもいいので一緒にじゃんじゃか言いながら練習するのをおすすめします。はい、ではここからは4つのポイントを踏まえて一緒にストロークの練習をしていきましょう。まずはゆっくりのテンポから始めて、だんだん速くしていきますので、ゆっくりのテンポでもうできそうだなっていうところまで練習してから、だんだん速くしていくっていう感じでやってみてください。この動画の感想や質問とか、こういうことも教えてっていうリクエストがあればコメント欄にお気軽に書いていってください。それでは練習スタート。